さらにリズルのマネージャーの方にお越しいただいておりますので、ソフェさんお願いします。こんにちは、リズルマネージャーのソフェと言います。よろしくお願いします。お願いします。そしたらですね、まあ、天の声みたいな感じで、はい、ちょこちょこねご質問とかさせていただければありがたいので、わかりました。お願いします。お願いします。はい、ということで、今回のコラボ企画をいたしますので、よかったら最後までご覧になってください。では行ってみましょう。簡単にですね、リズルのブランドをまだ知らない方いらっしゃると思うので、簡単に説明いたしますと、低価格で高品質なアイテムを、展開するブランドでございます。ですごくシンプルな商品が多くて、僕のスタイリングにすごくハマるなと思います。で、僕ってミニマルプラスアルファチャンネルっていうチャンネルで、このチャンネル行っているんですけども、そのミニマルプラスアルファチャンネルという意味合いとしては、僕ミニマルな感じのファッションが好きなんですね。何もディティールがなくて、本当に黒いパンツに白い T シャツだけみたいな、まあ、ただそこにプラスアルファっていうものを入れることによって、その人の色みたいなのを出していくっていうのが僕のスタイリングの根底にあるものなんですけども、まあ、そういったところにもちょっと近いような感じがあって、まあ、後ほど紹介いたしますけども、まあ、T シャツ一つ取っても、まあ、細かいディテールのすごいこだわりがたくさんあって、まあ、そういったところも踏まえて、これから紹介していけたらいいと思います。一応このプラスアルファという部分では、ミニマルプラスアルファの部分では、プラスアルファというのはファッション的にプラスアルファを投じて、自分の色を出すっていうのももちろんなんですけど、まあ、こういった感じでコラボ企画みたいのも入り混ぜながら、今後やっていきたいと思うっていう意味合いも込めてプラスアルファとしております。なのでよかったら、今後ともよろしくお願いいたします。ということで、長くなりましたけども、早速商品の紹介を移っていきたいと思います。1着目がこちら、カットソーでございます。こちらは3色展開で、ネイビー、ブラック、ホワイトでございます。こちら細かいディテール説明いたします。まずシルケット加工が施されているということで、コットン 100% なんですけども、シルクのような手触り、かなりこうツルツルした感じで、すごく着やすいだろうなと思います。でデザイナーの方も、まあ、本当に思いとして大人っぽく着ていただきたいというところで、こちらのリブの部分ですね、がかなり細めに作られていて、スマートな感じの見え方で、さらに着丈がですね、前と後ろの着丈の長さが若干異なるので、前から見た表情と後ろから見た時の表情が少し変わるっていうのも、かなりいいポイントなのかなと思います。であとはですね、袖の部分ですね、袖の部分にここの後ろ側ですねにステッチが見えますかね、走っているので、まあ、そういったディテールも面白いかなと思います。で僕は 173cm、62kg で M サイズがジャストサイズでした。ということで、こちら白のカットソーすごくおすすめです。よかったら夏場、着ていただきたい一着なので、これからチェックしてみてください。では2着目がじゃじゃん、オーバーパンツでございます。でこちらはレイカーパンツのディテールを散りばめたオーバーパンツでございます。でカラーはですね2色展開で、サイズは MM で展開がございます。細かく見ましょう。これめっちゃいいんですよね、本当にこれすごい良くて、まず生地感がすごくまずパリッとしていて、これからの季節にすごくいいだろうなと思います。
で展示会僕も参加してきたんですけども、やっぱり画像で、まあ、見るよりも、まあ、本当に実物を触った時の生地感がすごく良くて、まあ、展示会にお越しいただく方の中でも結構この生地感いいねって言ってくださる方がすごく多かった印象を受けました。ということで、これ本当に実物見てほしいです。はい、見えますかね。なんか少しでも画面上で伝わればいいなと思うんですけど、すごくいい生地を使ってるなと思います。でイージーパンチ仕様なので、まあ、ウエストの部分ですね、ドローコードが付いていたりとか、裾の部分もコードが付いてますので、あのシルエットもですね、このドローコードを絞っていただいて変えて着用することもできるので、汎用性すごく広いのかなと思います。で2着目はベイカーパンツでございました。3着目がこちらのシャツジャケットでございます。こちらもですね、また夏にすごくいいなと思う生地感、まあ、かなり軽やかな生地感ですごくいいなと思います。で接触冷感なので、まあ、こうちょっと冷たい感じはあります。でこちらもイージーケア仕様で、洗濯機でこうガラガラ回せると、伺っております。なのでね、すごい汗かいたりしたする夏の時期でも気兼ねなく着れるかなっていうのでいいなと思います。でこちらもですね、カラーは2色展開でカーキとブラックで、サイズが ML 展開でございます。はい、ということで、こちら3方紹介させていただきました。リズムの2024年 SS の商品はかなりたくさん種類あるんですけども、その中で僕がいいなと思った商品を3型に絞って、紹介させていただきました。いかがですか。はい、とってもいい3つを選んでくれたと思います。本当ですか。ありがとうございます。ありがとうございます。ちなみにソフレさん的には、うん、自分だったらどれがいいなとかありますね。この3つでコーデしたいですね。あ、これでもトータルコーデ。そうそうそう、したいな。すごいですね。したいと思います。確かにこれも中にね、白いの着て、うん、まあ、こういった感じでスタイルに組んでいただいてもいいですね。はい、そうですね。僕らのあのルックでも使わせてもらってるので、うん、はい、こんな感じでトータルのコーデできると思いますよ。いいですね。あ、これいいですね。まあ、こういう感じでスタイリング組んでもかっこいいと思います。めっちゃかっこいいですよね、本当に。まあ、かなりこれあれですか、インスタとかに上がってます。これからなので、ちょうど動画見ていただく頃には上がってるかもしれないです。あ、ちょっと来ました、はい、よかったらインスタグラムも見てみてください。あ、これありがとうございますそうということで、今回紹介させていただいたんですけども、こちらは僕リアルに購入したいと思っているのが、こちらの白のパンツ。これは僕着てみたんですけども、やっぱり着心地がすごく良くて本当にいいなと思ったので、こちらは1枚購入したいと思います。僕は M サイズを買いたいと思います。で今ベーカーパンツはどっちにしようかちょっと悩み中なんですけども、こちらのシャツジャケットに関してはこちらのブラックを購入して、黒のショーツでレザーサンダルとかで合わせようかなと思っております。はい、ということで、今回リズルとコラボ企画ということで、僕なりに3選紹介させていただきました。楽しんでいただけましたでしょうか。今回はこの辺で失礼します。また次回お会いしましょう。バイバイ。